はい、皆さん、こんにちは。レクチャリングコースの川原です。本日はですね、2022年度ですね、不動産鑑定士ですね、論文式試験最終合格を果たされました、福沢直樹さんをお招きしまして、私の対談という形でね、いろいろとお話を伺っていきます。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは合格おめでとうございます。ありがとうございます。合格発表ってどうやって確認したんですかね。はい、まあ、今働いてる勤務先のですね、まあ、人事の方から、当日電話がかかってきてまし、来まして、受かってましたねと。自分で見てないんですか？すいません。すみません、別に僕ね、ほら、自分でネットで見てないんですか？ はい、ああ、じゃ見ませんでし確かにた。その、はい。就職転職するときで番号を伝えたりしますもんね。じゃ向こうの転職先から、その、自分で見てないんですって。はい。なんで自分で見なかったんですか、それ。いや、すみません、ちょっとドキドキしすぎまして、はい。そうですか。それ、でも最終的には確認しなきゃいけないです。それはもうなんか連絡来るなって思ってたってことですか、それは。いや、とは思ってませんでしたね。で、何時頃かかってきたんですか、その。確かもうかなり早くてですね。あ、そうですよね。もうすぐ、多分そこ、転職先もすぐ見ると思う。いや、まあ、受かっててよかったですけど。よかったです。あ、本当におめでとうございます。ありがとうございます。はい、じゃ、いろいろ伺っていきますね。はい。まずはですね、不動産鑑定士、なかなかこう一般の人は馴染みがこう薄い資格なんですけど、はい、そもそも鑑定士ってこう始めたきっかけって何だったんですかね。はい、はい、まあ、そうですね、まあ、勉強を始めたきっかけは、やっぱり何かしら手に職をつけたいなと思ったことが、やっぱり一番のきっかけですね。はい、はい、なかなかこう鑑定士を知る機会がないと思うんですけど、どうやって知っていただいたんですかね。まあ、そうですね、一番最初に知ったのはですね、まあ、何か資格を取りたいなと思った時に、まず難関資格を調べたんですよね。はい、その時に、まあ、いくつか資格が出てきた中で、まあ、唯一一つだけ知らなかったのが不動産鑑定士っていう。逆にですね。はい、なるほど。したので、逆に興味持っていただいた。興味持ったんですよね。あ、はい、でこう調べてみると、なんか面白そうだなって感じだったんですかね。そうですね、はい、仕事内容に魅力を感じました。なるほど。鑑定士の勉強、いつから始められたんですかね。はい、2019年の終わりぐらいからですか、ね。じゃあ3年弱ぐらいって感じですかね。そうですね。確か先ほどちょっとこう受講履歴確認させていただいたんですけど、はい、元々は確かうちで受講されていて、はい、で、担当の時はうちで、はい、で、その、ポンと残念ながらこう他校さんに移られたんですよね。はい、で、また最後こう出戻りというか、うちに戻ってきていただいて、そうですね、確かに最近他校さんからこう移られてくる方はいるんですけど、でも一旦出てった方がまだ出戻りってあまりも聞いたことない。そうですよね。こう、まあ、ちょっと聞いてみたかったら、なぜこう出戻っていただいた感じなんですかね。はい、そうですね、一番最初に確かに担当の対策は、はい、レックさんでやらせていただいたんですけれども、はい、その2020年の担当式試験、すみません、一問足りず落ちまして。ああ、それもうすみません、こちらが謝らなきゃいけないですね。すみません、僕が本当にもう勉強不足で、はい、反省してるんですけども、はい、で、まあ、やっぱり何か変えないといけない、まあ、そうですね、というところもありましたし、あと正直レックの先生は、うん、まあ、最初担当の、はい、まあ、2科目ですけど、はい、2方ともやっぱり顔と名前はやっぱり覚えていただいてる。覚えちゃいましたね。したので、はい、もう正直水道橋に顔を出せないなと。いや、もう全然そんなこと思わなくてよかったと思うんですけどね。思いまして、こちらの方が顔が合わせづらいと思うんですよね。本当に、はい、はい、で、はい、ちょっと外に、まあ、はい、うん、逃げるじゃないですけど、はい、はい、行きました。はい、で、そうですね、その次の年の担当に受かって、はい、で、論文も受けたんですけれども、はい、まあ、全然こう惨敗という形になってしまって、うん、はい、で、その時に特に分からなかったのが民法と経済だったんですよ。うん、あ、もうちょっと方向性がタコさんとうち全然違いますもんね。で、ちょっとまたレックさんを受講させていただいて、うん、はい、はい、今年合格させていただいて。よかった、こう出戻っていただいて、はい、よかった、その結果が出せたんでよかったと思うんですけど、はい、なるほど、まあ、そういう理由だったんですね。ありがとうございます。じゃあ、論文科目と鑑定理論、はい、民法経済会計が4科目なんですけど、はい、こう学習のバランスってどういうふうに、測ってましたかね。はい、まず鑑定理論の論文が5割、うん、あ、結構いいですね。はい、で、鑑定理論の演習が2割、あ、それも多いです、はい、残りの教養3科目は1割です。結構理論が多めですね。はい、皆さんこう演習も含めて理論が半分ぐらいで、残りの半分教養に当てるって感じなんですけど、はい、まあ、教養はだから10割の1割1割1ぐらいでやってたって感じなんですね。それぐらいでしたね。わかりました。
それじゃあ4科目の中でこうどちらかと苦手かなと思っていた科目っていうのはどの科目ですかね。はい、民法と経済ですね。あ、なるほど。やっぱりその他校さんが移られた理由にもなってたところですね。そうですね。なるほど。じゃあそれぞれまあどういうふうにこう苦手を克服というか学習しましたかね。そうですね。はい、まず民法は、うん、高架系民法を、うん、はい、まあ、よく覚えたというところと、はい、まあそうですね、はい、じゃあもう高架系がもう民法の肝ですもんね。そうですね。それをしっかりやっていただいた感じですかね。はい、はい、あと、まあ、豊岡先生のおっしゃっていた条文を大事にするっていうことを徹底しましたね、うん、あ、なるほどなるほど、はい、あ、じゃあもううちの甲子園に従っていただいたって感じですね。はい、経済どうですかね。はい、もう経済は、そうですね、東連と模試ですかね、うん、レックさんの。まあ、森田先生がもう一生懸命作ってますからね、はい、まあ、スパルタ的に作ってますから厳しい。その問題解ければ本試験で簡単なんじゃないですか、ね、それぐらいこう結構すごい作り込んでるんで、まあ、それをしっかりやっていただいたって感じですね。そうです、まあ、本試験難しかったですけど。そうですよね、まあ、でもまあ歌で慣れてるのはそれでもこう対応できるって感じですね、はい、じゃあ得意、どちらが得意科目かなっていう科目はそうすると、はい、鑑定理論の論文ですね、うん、あ、なるほど。まあ、会計も自分の中では得意かなと思ってました。そうですか。会計ってどんな感じで勉強されてましたかね。はい、もうひたすらこうテキストに載ってる定義を覚える、うん、それだけです、ね、でも定義重要ですもんね、はい、なんかそれしっかり押さえればある程度回答になってくるっていう、まあ、最近の本試験だと結構それで結構回答いけますね。そうですね。なるほど。じゃあ得意っておっしゃってたけどもう一個鑑定理論ですね。はい、まあ、じゃあ具体的にどんな感じで勉強されてましたかね。はい、あのまず最初はこう大事だと言われているものを暗記したんですけれども、うん、でそれで、まあ、各論一章、あ、総論一章から各論三章までをこう、うん、何度も繰り返すっていうのをまず最初書く形で覚えてたんです。あ、書きながら暗記したって感じですかね。そうなんです、はい、ただ途中からもうそれだと時間がかかりすぎるので。そうですね、まあ、あと時間かかっちゃいますもんね、はいはい、暗唱ですね、はい、もう何も見ずに言えるようにする、黙読するって感じですかね。そうですね、はい、なるほど。で、そうです、まあ、重要性の乏しいところを除いて、うんうん、自分でこう何も見ずに言えるようにするっていう練習をしてました、うんうん、なるほどなるほど、はい。答案構成とかも結構やりましたかね。そうですね、あの1日3問ぐらいはやるようにしてました。あ、なるほど。じゃあ答案構成の訓練もしつつ、はい、まあ暗記もちょっと滑るって感じですかね。そうですね。暗記はどちらかというと、まあ、書くのは時間かかるので声に出してやります。それとも黙読ですかね。あ、声に出して。あ、なるほど。じゃあ結構自宅中心でやってた感じですかね。あ、そうですね。なかなか外ですとこう、呪文のようなんでちょっとなかなか、魔術みたいな感じになっちゃうの で、 そうです、ね、じゃあ結構うちでこう喋りながらって感じですかね、はい、そうですね。なるほど。ちなみにこう自分で聞くのもなんですけど、一応私鑑定論担当なんで、ちゃんと私あの講義とか検索とかやってましたかね。はい、あの本当に言わせてるみたいですね。どうですか実際、まあ、あの本当にぶち上げてこう講義とかどうでしょうか、ね、その何か当連とか、まあ、添削とかも含めて、はい、あ、そうですね、まず、まあ、講義のときはもう本当に基礎講義から受けさせていただきましたけど、うんうん、まあ、初回の講義でですね、うん、まあ、私がこう質問をしに行ったときに、うん、まあ、いい質問ですねと言って、あ、それですね、はい、多分嘘じゃない、僕ね、実はいい質問ですねってあんまり言わないんですよ、これは本当に。なんでこう、まあ、チューターで返すときもそうなんですけど、実はいい質問ですねってなかなかこう言ったり書いたりしないので、はい、それ多分本当にいい質問だったはずですね、はいはい、あの確かにその後いい質問ですねが返ってきたことは一度もなかったので、はい、なるほど。そう、まさかのこう一番最初の講義で出たっていうのは良かったですね。なるほど、なるほど、はいはい、あとは直前期の当連とかでは、はい、いろいろコメント書いてくださるんですよね。あ、そうです、一応ある程度のその人なりが分かってきますからね、はい、でそこであと少しでも合格答案になりますとか書いていただいたのが、うん、モチベーションになりましたね。あ、なるほど、はい、まあ、それも嘘じゃないですね、はい、本当に、まあ、ある程度レベルが分かってるので分かりました、はい。じゃあこうずっとこ う、 うちの講座でこうやっていただいて、まあ、全科目でなんかこう役に立った講座だったり、まあ、教材みたいなのってあったりしますかね、はい、あ、そうですね、まあ、講座はやっぱりそうですね、まあ、全当連、全科目の当連と、うんうん、にあのあれですね、模試、はい、問題ですね、はいはい、あとはやっぱり高架系民法ですかね。あ、なるほど、はい、なるほど。理論のテキストとかどうでしたかね。あ、はい、あの鑑定理論のテキストは、はい、例えば、イラストとか、はい、あの写真が載ってたりとか、はい、イラスト私あれ作ってたんですよ。私の笑ってイラストなんかですね。まあ、そうね、はい、結構あの多分タコさんと比べて図とか写真とか多めに、ね、そうですね、はいはい、作ってるって思います、はい、あの特に、まあ、同一技術圏の代替競争不動産とかは、はい、まあ、写真とイラストがしっかり書いてあったので、はい、僕はそれが、まあ、テストに出た時は、はい、
先にイラストとか写真を思い出して、あ、なるほど、ビジュアルで覚え、はい、でもそれいい覚え方ですね、はい、そこから文章を出すっていうことをしてました。じゃあ暗記の時って、はい、うちでこうモバイルっていうそのなんか持ち運び便利なのがあるんですけど、はい、じゃなくて合格基礎テキストでやったタイプですかね。やってましたね。あ、じゃあその辺に全部情報集約して、はい、テキスト中心でやってたって感じですかね。そうですね。あ、じゃあすごい合格基礎テキストを、まあ、すごく活用していただいたって感じですね、はい、それ作りがいがありました。ありがとうございます。あとはじゃあその実際、まあ、うちはやっぱりこう問題討論が結構やっぱり皆さん力かっこし入れてるんですけど、はい、まあ、実際討論受ける時こう論文書く時に何か自分なりにこう、はい、工夫だったり意識だったりしていただいてありますかね。まあ、そうですね、まあ、章立てをして見やすくする、うん、形式面ですね、はいはい、というところは意識してました、ね、うん、なるほど、はい。あとは何か内容面というかそういう特技でさらに工夫みたいなのもありますとかね、はい、そうですね、あ、そう、あとそんなにあったかな、はい、なんかこう、できる限りこう、はい、出題者の意図を捉えると、はい、そういうことですかね。そうですね、確かに出題意図を捉えるということは、はい、間違いないようにしてました。でも確かに僕な答案覚えてるんですけど、なんか論点ずれとか論点落とすが基本的にはないタイプの答案だったので、あ、そうですね、はい、そこはなかったかもしれないんですが、はい、よく先生からの4字記載が、そうですね、まあ、それできちゃう人のちょっとあれなんですけどね、どうしてもまあ、うん、論点落とし論点ずれよりもまあ、はい、そのいっぱい書いてる方がいいと思うんですけど、ね、それはまあできちゃうがゆえのあれだと思うんですよね。わかりました。あとは、まあ、先ほど僕のことではちょっと触れていただいたんですけど、一応うちはこうなんか検索は丁寧にすごくやってるつもりで確保してやってるんですけど、はい、そのあたりってこう受講生さん目線から見て実際どうでしたかね。あ、そうですね、まあ、特に民法ですけれども、はい、本当に一行一行細かく見ていただいてるなと思いましたね、うん、はい、もうすごいこう、それから先生左手なんですけど、はい、すごい一生懸命そう本当にこう添削、まあだからすごいスパルタですよね、結構厳しいコメントもあったりしたんじゃないですか、ね、いや厳しかったですし点数も低かったです、ね、はい、そうですか、はい、でも多分そのさっきの、まあ、森田先生なんですけど、豊川先生の添削をクリアできると、まあ結構本当民法ってこう鍛えられて、そうです、ね、本番でもいい動画を書けるようになってくるんですよね、はい、分かりました。あとは、うちはこう通信ですと、教えて中ってあってメールでの質問制度があるんですけど、そのあたりって活用とかされてましたかね。そうですね、たまに使わせていただいてました。そうですか、はい、そのなんかリアクションとかちゃんと、迅速性とか答えとかで大丈夫そうでしたか、ね、あ、はい、特に川原先生はすぐ返してくれましたよかったです、はいはい、そうですね、なるべくこうやっぱり通信の方が7、8割の講座なんで、はい、そうですね、それがこう間開けちゃうとちょっとやっぱりこうよろしくないので、だいぶ早く返せるようにしてたんですけどね、これまた。あとはある程度こうちょっと期間かかったと思うんですけど、はい、なんかモチベーション維持の方法とか、はい、時にはこうスランプとか出てるとか、その辺ってどうでしたかね。まあ、そうですね、ちょっとまあ思い出す限りは、うん、モチベーションは一定でしたね、まあ、すごいメンタル強いですね、はい、いやいやいや、普段からこう淡々とって感じですかそういうわけではないんですけども、はい、もうとにかく絶対合格するっていうのは決まらなくて動かなかったです、ね、そんなもうへこたれてる場合じゃないんだって感じですかね、そうですね、はい、でも例えばさっき言った民法とかでも結構点数が厳しかったりするときもあったと思うんですけど、はい、そのあたりでこうへこんだりとかしなかったですか、ね、いや特に民法はへこみましたね。あ、でもそこでもまあ、はい、そこまでなんかこう勉強じゃちょっとやめちゃうとかそこまで思わないって感じですかね。そこは思わなかったですね。あ、なるほど。だからまあまあ、当連大事ですけど一憂することなく、まあ、本番が重要なんだということで淡々とやってたっていう感じですね。そうですね、まあ、すごいメンタル強いですね。いえいえ。じゃあ今年のちょっと本試験のことを伺いたいんですけど、はい、実際今年の、令和4年度の本試験受けた時の自分なりの手応えって実際どうでしたか。あ、そうですね、鑑定理論の科学の二面性と経済学、うんうん、以外はできたと思います。あ、なるほど、まあまあ、問題1ですね。あれはみんな一章ですからね、はい、皆さん書けないんですけど、また経済学確か、どっちか1問が難しかったんですかね。そうですね、2問目です、ね、そうですね、はい、でもなんかそれはまあみんなが難しいと思うところですよね。それも多分受けながらこう感じられてましたよね。これ多分みんな書けないだろうな、だからそれ以外は自分なりにもできたって感じだったんですね。そうですね、なるほど。それ去年と比べてもかなり自分なりにできたって感じはありましたかね。はい、なるほど、なるほど。演習ってちなみに最後まで解けましたか。解けました。あ、
じゃあ結構今年、まあそんなに確かにすごい難しいとは思ってなかったんですけども、最後まで避けた人、そう言ってもそんなに多くなかったので、多分演習結構リードできてるんじゃないですかね。そうですかね。うん、じゃあ演習って、はい、さっきは完全に論文の方が得意とおっしゃっていただいたので、演習は実際どうでしたか？演習はもう普通でしたね。なるほど。まあ平均点ぐらいです、ね。なるほど、はい。まあ、でもまあそこ重要なんです。じゃあ実際本番だと、最後までいけたので、はい、それなりにいいんじゃないかなって感触ですとかね。そうですね。まあ途中のミスがなければですか、ね、うん、なるほど、はい、分かりました。あとは、うちさっきこう、ね、みんな一生懸命講師討論作ってるんですけど、はい、一応その例えば試験傾向とか、うん、試験員とか、ね、しっかり分析して、はい、しっかりと討論を作ってて、よくこう一応当たるとは言われてるんですけど、実際こう受けていただいて今年の本試験こう、まあ、的中率その辺で実際感じられたのはありますかね？いや高かったと思います。そうですか。特になんですけども、はい、まあ、初日の最初の科目が民法ですけど、そうですね、はい、もう豊岡先生が作る問題がほぼそのまま出てるんじゃないかっていうような。なるほど。まで、ちょっと震えました。感動でってことですよね。そうですね。ビビりじゃなくてですね。ビビりじゃなかったです、ね。なるほど、はいはい。あとやっぱり会見も、まあ、会見は当たりましたもんね、はい、当たりましたね。のれん祭りですから。ですよね。そうですね。でもちろん鑑定理論と、はいはい、まあ、経済も、はい、まあ、しっかりこう、まあ、それなりに統連でこうまぶしてあったら、ね、まあ、そうですね。もう全体的にだからその、まあ、ある程度対応できたって感じですかね。わ、はい、かりました。じゃあ実際今年こう受かったこう自分なりの決め手ってどんな点だったと思いますかね？まあ、そうですね、まあ、やっぱりこう毎日必ず勉強して、まあ、絶対負けないと、絶対に合格するんだという気持ちを持ち続けたことだと思います。休みなしでありましたか？休みはなかったです、ね。すごい。だからまあ少しでもいいから前に続けたってことですね。はい、そうですね。すごいですね。はい、なるほど、分かりました。はい、あとは、今多分もう、お仕事されて、はい、転職されてるんですよね。はい、転職先ってなんかどういう基準で決めたりしたんですかね？はい、主要都市、大都市だけではなくて、うん、まあ、地方の都市にも、うん、まあ、実際に住んで、はい、まあ、鑑定評価をできるような、はい、そういう会社がいいなと思いまして、はいはい、受けました。あ、じゃあ全国に支所があるような大きめの事務所さんに移られたって感じですかね。はい、分かりました。じゃあ、今こういろんな方がこうご覧になっていただいていると思うんですけど、はい、これからあの鑑定士受験される方に向けてですね、はい、何かこうメッセージとかいただけますでしょうかね？はい、そうですね、私はよく YouTube で、まあ、鑑定士の方が、うん、まあ、受験生向けにお話しされているような動画をこう結構見て、うん、まあ、そこでやる気を、まあ、いただいたりだとか、ね、勉強したりとしてたんですけど、はい、まあ、よく何人かの先生が、うん、もう鑑定試験は勉強すれば受かる試験だという話をされていて、うん、ただ私は正直あんまりこうそのまま受け入れられなかったというか、そんなことねえだろと、はい、こんな大量のテキストをやれば受かるのかと、ちょっとまあ思ってたんですけど、はい、まあ、今となっては、はい、まあ、そのことは本当なんだなと思いますね。なるほど、実証、はい、まあ、確かに鑑定試験って多分努力が報われる試験と本当に言われるんですけど、はい、で最近やっぱりこう受験生見てみると受かる人がちゃんと受かってってるので、やっぱこうちゃんとやることやっていただければ受かる試験なのかなと僕もちょっと講師目線で思いますので、まあ、それをこう実際こう実践して証明していただいたって感じですよね。こうもう僕ら講師業ってこう受かっていただくことが僕らの講師の存在意義というか証明してくれてるので、本当にこう受かっていただく感謝しかない感じなんですよね。はい、本当におめでとうございました。ありがとうございます。はい、今までいろいろとお話しいただいてありがとうございました。はい、じゃあ以上もしまして2022年度、論文合格者対談ですね、終了させていただきます。ありがとうございました。